はい、皆さんおはようございます。私は今品川駅に来ております。僕は今日これから、群馬県の高崎まで、超格安移動ということでやっていきたいと思います。まずはね、これ通学定期で、上水駅まで向かいたいと思います。最初に、スローラッピングの235系に乗って秋葉原まで向かいます。はい、亀戸駅にやってきました。ここから先はね、こちらの、東武鉄道の、株主優待券を使って、伊勢崎まで向かいたいと思います。亀戸線ですね、2両編成のワンマン列車が、来てみます。している1番線が主に使われていて、このね、黄色い電車が止まっている2番線はほとんど使われないんですね。なので自販機やベンチもなんだか2番線には背を向けていますね。東吾妻です。お出口
船からね、約2時間弱かけて、大田まで来ました。引き続きこちらの伊勢崎行きのワンマンカーに乗って終点の伊勢崎まで向かいたいと思います。結構この駅は大きいですね。すいません、はい、入りたいんですけれども。あ、はい。まもなく終点高崎です。6番線に到着をいたします。お出口は右側です。ドアの開け閉めはお仕事式です。降りの際はドアの横の開閉ボタン、開けるのを